海上自衛隊の最新鋭潜水艦に、アメリカの原子力潜水艦でも勝てなくなるほどの脅威。日米対潜水艦索敵合同演習でも、敵なしの状況が続いているようです。アメリカも欲しがるほどの潜水艦へと成長した、日本の最強の力、一体どのようなものなのでしょうか。海上自衛隊の双竜型潜水艦。その11番艦翁竜に、リチウムイオン電池が搭載されたのはご存知でしょうか。今回は、その経緯について、詳しく見ていきたいと思います。10番艦までは、スターリングエンジンを搭載していました。でも、11番艦からは、リチウムイオン電池を乗せ、馬力も8000からダウンしたのです。その意味するところについても探っていきたいと思います。スターリングエンジンも良かったですが、低出力がネックとなり、現行のリチウムイオンバッテリーの前に、採用が変更、高出力のバッテリー搭載が可能となりました。リチウムイオンバッテリーの進化は、今でも驚くほどで、親潮型潜水艦でも交換できる時代になればいいですね。最近は、エンジンではなく、蓄電池を使用する潜水艦が増えたイメージですが、もはや、エネルギー資源が、地球からどんどんなくなっていることも関係しているのでしょうか。巷ではサスティナブルが謳われていますが、この影響が、潜水艦にまで響いていると思うと、なんだか不思議な感覚です。海自の、双竜型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界トップクラスの性能と言われています。その、双竜型をさらに発展させた、太平洋型潜水艦の1番艦太平洋が、2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所において、無事に進水しました。この、太平洋双竜型より、喫水船は、2Mほど深いそうです。排水量も、50トン上回るとのことで、海自としては、最も大きい潜水艦になります。艦名の太平洋ですが、漢字で書くと、大クジラです。当然クジラにちなんだものですね。実は、海自の潜水艦の艦名は、訓令に、生打ち、水晶動物の名、水中動物の名から、付与されるというルールがあるのです。そう、竜型は、縁起の良い水晶動物である、竜にちなんだ艦名で、漢字で書くと、青竜となります。この名前は、太平洋戦争で活躍した大日本帝国海軍の空母青竜と同じですね。ということは、大クジラにも、そういう歴史があるのでは?と思いますよね。その通り、大クジラも、大日本帝国海軍所有の潜水母艦の名前でした。当時の潜水母艦というのは、攻撃用というより、洋上で、潜水艦への補給や乗組員の休養などの役目を担っていた艦艇です。時には潜水艦隊の旗艦になることもあったそうです。この潜水母艦大クジラは一朝有事の際、航空母艦に改装することが前提条件として作られていました。太平洋戦争が始まった時に、航空母艦竜鵬に改装された大クジラですが、1942年、昭和17年、6月のミッドウェー海戦で、日本は、主力空母を4隻も失ってしまったのです。この敗北によって、日本は、それ以後の戦争の主導権をアメリカに握られ、一気に、崩壊の道へと進むことになります。このミッドウェー海戦の指揮を取ったのが、悲劇の、南雲中将です。彼を任命したのは、あの山本五十六司令官でした。
彼の手腕をもってしても、破れることになってしまいました。敗戦の責任を問われた南雲中将は、それでも、ソロモン海戦などに参戦しましたが、昭和19年敵の猛攻を受けた、サイパンの司令部で自決しました。どうしても、山本五十六にスポットが当たりますが、英雄の陰には、こういった人物もいたことを忘れてはならないと思います。戦争では、このような、陰で活躍した人々は数えきれないほどいそうですね。劉邦は、ミッドウェー海戦後、改めて、正規の空母として扱いを受け、マリアナ沖海戦などにも参戦しました。その後、広島の五軍港で、防空砲台として使用され、1945年、昭和20年、日本が敗戦した、1年後の1946年解体されて、艦艇としての役目を終えました。現在の潜水艦隊ゲイハ、ボウリュウやトウリュウにも採用されている、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。ディーゼルエンジンによる充電能力の向上を、目的として新たに開発されたスノーケル発電システムも設置されているので、双流型2艦より、さらにリチウムイオン蓄電池の性能を引き出せる仕様になっているそうです。そう、流型2艦には、今までのスターリングエンジンは載せませんでした。もっとも、最初はスターリングエンジンもそのまま使用する、つまり併用する予定だったそうです。鉛蓄電池だけをリチウムイオン電池に交換することが検討されていたようですね。様々な見積もりをした結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池すべてをリチウムイオン蓄電池に変えた方が、費用は高くなっても大きな出力が得られるという結論に至ったのです。実際、10番艦までの建設費は、一隻あたり517億円ほどだったのですが、高額なリチウム蓄電池を乗せるため、643億円ほどに跳ね上がり、100億円以上も増えることになってしまったのです。経費は増えましたが、馬力は減ったと言われます。なぜなら、スターリングエンジンの、そう、流型のスクリュー軸馬力は8000でしたが、ボウリュウやトウリュウは、公表値が5600馬力ですから、性能が低下したと感じてしまうのでしょう。確かに、瞬発的な最大スピードは落ちます。しかし、リチウムイオン蓄電池には、効率放電を長時間持続できるというメリットがあるのです。エネルギーを使用せずに、蓄電池で動かす、というのは効率的にも良さそうですしね。ですから、中速から高速での長時間潜航が可能になりますし、海中に潜むという潜水艦としての性能はぐっと向上したということになるのです。リチウムイオン蓄電池の利点は他にもあります。鉛蓄電池より2倍のエネルギー密度があり、密輸放電の繰り返し、可能回数は 1.5 倍以上、満タンに充電されるまでの時間が短い、放電しても電気容量がさほど低下しない、鉛蓄電池で心配される事故の時の水素ガス発生の恐れがありません。耐迎波、部分単柄構造になっていて、ハモキ型のフォルムをしていますが、船体構造にも新しい発想を取り入れています。一例ですが、浮き課題と呼ばれる構造は、外国でも採用が進んでいる浮き甲板とも呼ばれるもので、艦内の機械音や乗組員が歩くときの振動や衝撃を緩和する働きをします。その他にも、音の静かなプロペラスクリュー、音波吸収材装備などの設置によって、そう、流型よりも一層静粛性が高くなっているのです。耐迎型には余裕ができた艦内スペースを利用して乗組員居住区に女性用寝室、
シャワー室などを整備しました。今後の海事における女性の最前線への進出に対応するものと考えられます。直近は女性の海上自衛隊員も増えましたからね。性犯罪等も取り沙汰されることが多くなりましたが、女性用の寝室があるだけで、女性隊員の気持ちも少しは楽になりそうですね。隊芸には、この他に情報処理システム C4 アイスターが採用され、光ファイバー技術を使用したより進化した備品が装備されることになっています。兵装については、親潮型や双竜型と同じ、人は、知識長魚雷とハープーン追艦ミサイルなどを、発射可能な 533mm 魚雷発射管6門を設置しました。人は、知識長魚雷とは、防衛装備庁が開発した潜水艦用の長魚雷です。2022年2月までに、海自の全潜水艦に装備されるはずの高性能魚雷です。この魚雷についている音響画像センサーは、敵魚雷の追跡を欺くため、おとり魚雷を見破る能力を持っているだけではありません。浅い海域では、海中の音響が複雑になり、魚雷センサーが狂いやすいそうですが、その中でも、確実にターゲットを捉えて、フォルムを識別できて、かつ命中率も高くなっているそうです。さらに、最適なタイミングでの起爆可能なアクティブ磁気近接起爆装置などの最新テクノロジーが搭載されているので、まさに世界トップクラスの魚雷と言えましょう。ところで、潜水艦に関して、お隣韓国で何やら変わった、違った動きがあるようですよ。韓国が持っている通常型潜水艦では日本にかなわないと見たのか、なんと原潜を保有する構想が進んでいるというのです。原潜は補給なしで半永久的に原子炉を動かすことができますから、セオリー上は浮上しなくても先行したまま活動できるだけではなく、必要な電力も自家発電できますから、飲用水として、海水の淡水化なども、艦内でできると言われています。と言っても、原潜の建造には、巨額の費用がかかりますし、敗戦後の処理に、頭を抱える国が多いことは、知られている事実です。それでも韓国は、作りたいんでしょうか。最近は、韓国の軍事力や防衛力が増加傾向にありますが、とりあえず何にでも挑戦してみるといった貪欲な姿勢から生まれるのでしょうか。日本にも原潜をという意見もあるのですが、政治的な問題が解決されたとしても、日本の現状を考えると必要な戦力とは言えないのではないでしょうか。つまり、日本の潜水艦戦略とは、近海で敵艦隊を待ち伏せして攻撃することです。ということは、潜水艦が求める性能は、静粛性につきますよね。しかし、原子力潜水艦は、一旦原子炉を稼働させたら止めることはできません。機関を止めて、海底にくっついていたとしても、音は発生してしまうのです。騒音を、敵のソナーに探知され行き、原潜に巨額の国家予算を注ぎ込むぐらいなら、その予算を世界各国で進められている無人潜水艦開発に充てた方がいいのではないかと思われます。ロシア・ウクライナ戦争でも顕著に現れている通り、戦いや防衛において人員不足は深刻な問題になっています。だからこそ、人手を多く使用する原子力潜水艦よりも、無人潜水艦を開発した方が、時間と手間も、もちろん人員も削減できそうですよね。世界各国では、無人潜水艦がメインとなっているのに、ここまで来て、原子力潜水艦にこだわる必要は、ほとんどありません。日本も、早く世界に倣って、
無人潜水艦の開発を進めてほしいものですね。今回は、フリゲート級でありながら、コンパクトで多機能な、従来の護衛艦とは異なる運営が予定されている、も、神型護衛艦。これまでとは違った、新しい調達方法についても、詳しく見ていきましょう。世界各国の海軍でも採用されている、探知されにくいステルス性を追求した外観の、新しいフォルムの護衛艦が、今の主流らしいです。40年間、運用で、22隻も、建造が予定されているってびっくりですね。海上自衛隊の最新鋭、フリゲート護衛艦、も、神型は、従来の護衛艦とは異なるコンパクトで、多機能な艦艇である。海上自衛隊に、フリゲート護衛艦が配備されるのは半世紀ぶりである。も、が、身型の一番艦、も、がみが、今年2022年4月に、その一番艦より1ヶ月前に、二番艦の、熊野、が就役した。この、一番艦と二番艦が前後した理由は、一番艦の機関の試運転時に、ガスタービンエンジンが脱落した部品を吸い込み、機関を破損してしまったことにより、工事に遅れが出たためである。一番艦、二番艦とも、横須賀港の掃海隊群に配属されました。掃海隊群とは、海上自衛隊の自衛艦隊に属し、有事の際の機雷戦を任務としています。その後、三番艦、の城が、2021年6月に浸水し、4番艦、三熊が、2021年12月に浸水、5番艦の、矢作が、今年2022年6月に浸水しており、それぞれが命名されました。年間に、およそ2隻の連続建造が計画されており、起工、浸水、収益が進められ、合計22隻が建造され、40年間運用が予定されています。また、乗組員の複数クルー制による交代制の導入や新しく整備が予定されている哨戒艦と連携して平時の警戒監視など今までの護衛艦とは異なる運用が想定されています。も、が、身型護衛艦はレーダー反射弾面積 RCS の低減を意識して主船体や上部構造に傾斜角がついており全甲板からのナックルラインが飛行甲板まで伸びている。上甲板の配置は、従来の艦船にある、魚雷発射管やミサイルなどの電波を受けやすい機器などの装備品の張り出した部分を艦内に配置し、従来は、上甲板に設けられていた、暴露部の通路が廃止されるなど、変更点が多い。このように、も、神型は、対艦ミサイルなどに探知されにくいステルス性の形状に変更され、船体も、ロービジビリティ、低視認性を重視した灰色になり、レーダーに映りにくい、ステルス護衛艦とも言われています。こうしたデザインは、近年、各国の海軍でも、主流になってきており、似たようなデザインが溢れていて、このステルス護衛艦と言われるような設計は海上自衛隊のみならず、世界各国の他の分野の戦闘機等の兵器のステルス性の追求は今後も拡大しそうです。ちなみに、も、神型護衛艦も海上自衛隊の艦艇だと見分けるのは難しいでしょうね。も、神型護衛艦の船体は多様な任務に対応する能力の向上、船体のコンパクト化が要望されていました。
しかし、2015年の研究開発の時点では、3000トン型護衛艦と称されていましたが、最終的には、排水量がおよそ3割増えて大型化し、3900トンの大きさとなりました。これにより、最上型護衛艦の基本仕様は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルで、諸外国での同程度の艦艇に分類されるフリゲートの艦種となった。日本では、このフリゲート艦が50年前にアメリカ合衆国より海上自衛隊に貸与されたクス型護衛艦が存在しました。クス型護衛艦は同じ分類のフリゲート艦であっても、今回の最上型護衛艦よりはかなり小型でした。この最上型護衛艦の建造は新しい調達方法が採用され、事業者側からの提案を競合が試されました。2017年には、防衛装備庁の公募により、ジャパンユナイテッド、三井造船、後の三井 &S 造船、現、三菱重工マリタイムシステムズと、三菱重工業の3社による、企画提案があり、これにより、2017年8月に、評価が一番良かった、三菱重工の企画案が、採用となり、2番目の評価だった三井造船が、下請けとして決定しました。後に、三井造船は、株式会社三井 &S ホールディングスへと、社名を変更し、2021年には、艦艇建造にかかる事業を分離し、新会社の株式を、三菱重工業に譲渡することで合意し、造船事業から、事実上撤退しました。1番艦と2番艦は、現在の三菱重工マリタイムシステムズへとスイッチし建造されました。2番艦の熊野が寄港した2019年10月には三井 &S ホールディングスで、収益した今年2022年3月には、三菱重工マリタイムシステムズと運営会社の形態が変わる中での得意な建造となりましたが、無事に引き渡されました。三型護衛艦の設計の初期では、三動線形のデザインとする案がありましたが、様々な検討の後、従来通りの単動線形、モノハル型に決定しました。さらに、防衛省公開の情報によると、クルー制の導入が予定されており、3隻の護衛艦に対して、4組のクルーを配置し、3組が上艦して、1組が休養することで、検査、修理期間以外の停泊期間が短縮でき、運用率を上げるとしています。その他にも、従来の護衛艦では、幹部は別室で食事をとっていたが、最上型では、全員が一緒に食堂に集まることで、人員の省略化を行ったり、火災防止のため、ガスの使用をせず、オール電化になっています。三型護衛艦の兵装について、対空兵器としてはシーラ、ム、近接防空ミサイルシステムが1機搭載されており、62口径5インチ砲、127ミリ単装砲、1機も使用されます。この62口径5インチ砲は、目標の捜索から探知、追尾等を行う多機能型レーダー、OPY-2 によって射撃式が行われる。さらに、対艦兵器としては、12式地対艦誘導弾を、ベースとして国内で開発、運用されている、17式艦対艦誘導弾、SSM-2 の4連装発射筒2機が搭載されており、2022年時点での射程は 400km である。攻撃管制用の艦上装置としては、艦対艦ミサイル艦上装置3形、SSMS-3 が搭載されていると見られています。そして、
日本の海上自衛隊で調達、運用されている遠隔操作式の無人重火、砲塔、RWS の水上艦艇用機関重火、遠隔操作型の 12.7 ミリ、機関銃装備型を2機搭載しています。対潜兵器としては、324ミリ、三連装単魚雷発射艦が2機搭載されています。また、中国の対艦、対地巡航ミサイル、YJ-18 の射程は 600km で、およそ90万6000の範囲に脅威を与える可能性があると見られており、日本の12式地対艦誘導弾の射程を延伸し、艦艇や戦闘機からも発射できるように改良が進められています。この YJ-18 は、今アキラ級駆逐艦と055型駆逐艦に搭載されており、潜水艦などの艦艇に使用されるミサイル発射システム VLS、バーティカル、ローンチング、システム垂直発射システム、または垂直発射装置から発射が可能です。中国海軍艦艇の艦対空ミサイルの射程が近い将来、大幅に伸びることが予想されるので、自衛隊が新しく配備を進めているスタンドオフミサイル化が急務である。上方護衛艦には、ミサイルの垂直発射装置、VLS を搭載する案が盛り込まれていましたが、ミサイルをさらに検討する必要があったことから、最初の1番艦と2番艦の2隻には搭載されなかった。その後の補正予算で、3番艦と4番艦の2隻に、VLS の費用が盛り込まれました。この、ミサイルの垂直発射装置、VLS の搭載できる弾薬は、当面の間ハマル7式垂直発射魚雷投射ロケットのみとなっている。丸7式垂直発射魚雷投射ロケットとは、海上自衛隊の護衛艦搭載対戦ミサイルで対潜水艦攻撃用兵器で、護衛艦より遠距離に誘導魚雷を投射する兵器のことである。上方護衛艦の特徴は、徹底的にステルス対策された外観で、先進性や機能性を備えた記憶に残る存在感のあるフォルムと、また、新しい艦首記号の FFM。これは、駆逐艦よりはやや小型ではあるが、フリゲート艦という、大型で、多機能な任務に対応する、護衛艦であったところではないでしょうか。日本周辺の情勢の移り変わりに伴って、掃海部隊の規模縮小が検討され、掃海部隊が水陸両用作戦も管轄するようになったことからもが、身型潜水艦において、従来の護衛艦とは異なる機雷戦能力が導入され、対機雷戦のために、対機雷戦ソナーシステム OQQ-11 が搭載されました。その他、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV の運用が可能な護衛艦である。三菱重工業が製造を担当した機雷捜索用無人機 UUV は自立型水中高層式機雷探知機 OZZ-5 としてもが身型護衛艦に搭載が装備化されました。そのオズ5には、フランスのタレス社製の高周波合成海溝ソナーと、NEC 製の低周波合成海溝ソナーが搭載されています。オズ5は、海底部に沈んだ機雷や、埋没した型の機雷の探知に、最も適した装置である。また、MOGA、身型護衛艦では、簡易型機雷敷設装置を搭載しており、機雷の敷設も行え、深海掘の小型の専用機雷を搭載し、戦術的に使用できる水中反撃能力として考えられる。このような機雷の敷設は、ロシア艦艇を念頭に置いており、北は北方領土から南は対馬海峡周辺地域であると想定されている。また、近年の中国海軍による軍事力の拡大による脅威に対する、日本の防衛が課題であり、
こうした南西諸島の島嶼部の防衛に対して、陸上自衛隊の水陸機動団の投入作戦において、この、もが、身型護衛艦の投入は、大いに期待されている。海上自衛隊の護衛艦加賀の改修工事が、そろそろ終盤を迎えようとしています。そして、いよいよ、F-35B 戦闘機の運用も、本格的に始まります。F-35B 戦闘機の配備先は、宮崎県の新田原基地に決定しました。今回は、護衛艦いずも、加賀における F-35B 戦闘機の運用について見ていきたいと思います。世界情勢が刻々と変化する中、F-35B 戦闘機が今更必要なのかと疑問視されていますが、日本の無人機導入も着々と進んでいます。将来的に次世代戦闘機が本当に必要になるのか、不明確な状況へ向かっているとも言えましょう。2022年12月現在、海自の保有艦艇中で、最大の規模を誇る出雲、型ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、加賀の2隻を改修し、固定翼の艦載機を搭載、運用する計画を段階的に進めています。艦載機としては、いわゆる第5世代戦闘機であるアメリカのロッキード・マーチン社製 F-35 ライトニング2の中でも、短距離離陸と垂直着陸が可能な B 型を艦載機にする方向で準備が進められているようです。日本は太平洋戦闘後初めての航空母艦の保有が起とされているというわけです。F-35 ライトニング2戦闘機について日本では航空自衛隊が通常滑走路使用の A 型を105機、B 型を42機、計147機を調達する計画で、その分の予算化がすでに確定しています。この機体数は、今のところ本国アメリカに次いで、世界2番目に多い数になっているそうです。F-35 ライトニング2に関しては、もともとが、本国アメリカ以外では、各種 F-35 ライトニング2すべてを対象にしてカウントした場合でも、合計調達予定数が100機以上の国は日本とイギリスくらいしかないそうです。次に多いオーストラリアでも72機ということです。イギリスのケースですが、クイーン・エリザベス級航空母艦に2隻、その1番艦でネームシップのクイーン・エリザベスと2番艦プリンス・オブ・ウェールズの艦載機として B 型のみが調達されています。2015年前後に、イギリスは F-35 ライトニング 2B 型の調達予定数を、マックス138機ほどを計画していたそうですが、最近は、高価なこの機体の調達に、ストップがかかり、数を大幅に減らした48機とする可能性が、現実味を帯びてきていると言われています。このようなイギリスのような当初計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国にとっては、程度の差はありますが、似たような状況とされます。この転換の背後には、コストの問題だけでなく、今後、ヨーロッパで従来のような形の戦争が起きる可能性は、限りなく低いという判断があったとみられます。だからこそ、イギリスを含む、多くのヨーロッパ西側諸国においては、ロシアこそ最大の仮想敵国という方針に変更はなかったものの、従来のような戦闘機、艦艇、戦車、
火砲などの兵器数を削減する傾向が顕著だったのです。しかし、2022年2月、状況は一変しました。ご存知のように、2月24日、ロシアが突然、ウクライナへの軍事侵攻を開始したのです。戦争は、未だに終わりが見えません。ロシアのウクライナ侵攻により、地理的にも、ロシアに近い旧東欧諸国のポーランド等を筆頭に、陸上戦力について、大幅な増強を始めた国も出始めるようになりました。ロシア・ウクライナ戦争の世紀という非常事態の発生を受け、ドイツやイギリスなども軍事費の増額を政策として打ち出しました。ただし、イギリスが F-35 ライトニング 2B 型の再調達に動くかどうかは不明です。それでも、イギリス海軍のクイーン・エリザベスを含む空母打撃群は、万一に備えて北海に展開していると報じられましたから、同艦が就役するまでは、保有が途絶えていた航空母艦を有効活用しつつあると思われます。航空母艦クイーン・エリザベスらの空母打撃群はイギリス海軍所属ですが、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型はイギリス空軍所属です。さらに言えば、クイーン・エリザベスは、アメリカ海兵隊の飛行隊も収容しているのです。甲板の共用ということになりましょうか。この理由としては、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の配備数だけでは、クイーン・エリザベスらの空母打撃群に必要と言われる容量に余裕があるということと、今後の同盟国として、アメリカとの連携を深めていこうという側面もあると推測されます。当然、アメリカの強襲揚陸艦でも F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められていますが、アメリカは艦艇は海軍、艦載機は海兵隊と所属する組織が別です。このことが F-35 ライトニング2機の性質を物語るものということでしょう。イギリスやアメリカでの F-35 ライトニング 2B 型の運用方式と同様の方法が日本でも行われる予定です。出雲、片護衛艦は海上自衛隊、F-35 ライトニング 2B 型は航空自衛隊所属ということでの準備が進められています。このような運用体制については危ういのではないかという意見があるそうです。というのは、海自は、今までは、敵潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務を想定していたはずですし、空自は、対艦攻撃を主眼に置くわけですから、この二つの想定が相入れないのではないかという不安です。アメリカ軍であれば、ワスプ級やアメリカ級といった強襲揚陸艦に、艦載機と F-35 ライトニング 2B 型を用いることだけでなく、輸送機として MV-22 オスプレイを運用する体制が整っています。この MV-22 オスプレイは、アメリカ海兵隊用のティルトローター機として有名ですが、胴体が従来から使用していた回転翼機で、中型の CH-46C ナイトと比べれば、圧倒的に効率的の機体ということでも知られているそうです。オスプレイというと、沖縄などで墜落事故を起こした機体と連想してしまう方も多いと思いますが、従来の CH-46C ナイトに比べると、移動速度は約2倍、作戦行動半径も約4倍、兵員搭載量は約2倍、貨物積載量でも約3倍相当の能力があると言われる優れものということです。この MV-22 オスプレイを運用しているからこそ、アメリカ軍の強襲揚陸艦が迅速で強固な補給体制を構築可能と言って過言ではなく、その作戦遂行能力を著しく高度な効率で発揮できると言われているのです。一方、日本の場合ですが、出雲、片護衛艦を改修して航空母艦化したとしても、
空自はオスプレイのような機体は持っていませんから、物資や人員の大量輸送を担うことは事実上困難と思われます。陸自は V-22 オスプレイとして2021年度末の段階で9機保有していますが、今後も空自は独自にこうした機体調達を行う予定はないので、その連携も必要になってくると考えられます。そうなった場合、出雲、片子栄艦等の艦艇は、海自、F-35 ライトニング 2B 型等の艦載戦闘機は、空自、V-22 オスプレイ等輸送機は、陸自と、すべての所属が異なることになるので、指揮命令系統の一元化は、強く求められるものでしょう。こういった陸海空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を考えると、その調整の困難さは想像できますが、尖閣諸島等南西諸島防衛という厳しい現実を考えた場合、どうしても横断的運用の実現は喫緊の課題でしょう。ただしあくまでも試験ですが、まさに航空母艦化改修中の出雲、片子栄艦2隻と艦載機である F-35 ライトニング 2B 型に、運用に関して、あまり多くのものを要求するのは酷ではないかとも思うのです。出雲、片子栄艦は、2009年、平成21年、8月末に提出された、次年度の防衛予算概算要求で、建造が計画され、海自としては初めての固定翼機運用も視野に入れながら設計されてきたもので、簡単に言えば実験艦という役割が大きいのです。前年の2008年時点で出雲、片子栄艦には、海自内部では F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する能力を視野に入れていたと言われますが、当時の時代背景では、政治的にも、日本が航空母艦を保有することはタブーとされていました。ですから、海上自衛隊独断でこうした決定を下せるわけではなく、将来的な F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を考えながら、重量や大きさに対処できるエレベータや飛行甲板の使用を盛り込んだということは評価すべきと思います。出雲、片子栄艦は、航空母艦化改修が終わったとしても、F-35 ライトニングの艦内への収容数は10機プラスアルファとされるので、決して多くはありません。しかし、固定翼機を運用する艦艇のテストケースと考えると、致し方ないとも感じられるのです。日本の海を守る海上自衛隊。多くの艦艇を擁していますが、中でも、そう、夕方潜水艦は人気があるようです。その11番艦である竜のエンジン機関として、リチウムイオン電池が採用されたことはご存知でしょうか？今回は、この経緯について見ていきたいと思います。そう。竜型のスターリングエンジンを、現在の技術力をもってすると、本当に原潜長へやばい、潜水艦が誕生するかもしれませんね。海自の、そう、竜型潜水艦は、1番艦から10番艦までは、スターリングエンジンが搭載されていました。しかし、11番艦からは、リチウムイオン電池を搭載させました。そして、馬力も、以前の8000から、ダウンしたのです。スペックが上がったんじゃないの？と、不思議な感じを受けると思いますが、この意味についても見ていきましょうね。
長年使われてきたスターリングエンジンにもメリットは多かったのですが、パワーの低さがネックとされていました。そのため、現行のリチウムイオンバッテリーを採用することになり、高出力のバッテリーが搭載できるようになったのです。ここ最近は、エンジンではなく、蓄電池を機関として使用する潜水艦が増えたようですね。エネルギー資源の枯渇が叫ばれていることも関係しているのかもしれません。流行といっては、軽い感じになりますが、ここ数年すぐ持続可能な開発目標が注目され、改めリサイクルとかリユースが訴えられています。こういった潮流が、潜水艦にまで影響しているのかと思うと、不思議な感覚ですね。さて、海自の双流型潜水艦ですが、通常動力型潜水艦としては、世界トップクラスの性能を誇ると、定評があります。その、流型をさらに発展させたのが、タイゲイ型潜水艦です。その一番艦で、ネームシップのタイゲイが無事進水したのは、2020年10月14日のことでした。双流型と比べると、喫水船が 2M ほど深いタイゲイ波、排水量も50トン上回るので、海自保有の潜水艦としては、最も大きいものとなります。艦の名前であるタイゲイですが、漢字では大クジラです。当然、地上最大の哺乳類であるクジラにちなんだものです。クジラ自体日本人にとっては馴染みのある生物ですよね。江戸時代には漁村開けて捕鯨に勤しんでいる絵図などがありますし、和歌山や宮城県女川など捕鯨で有名な都市をご存知の方も多いと思います。余談ですが、今でこそ捕鯨は野蛮な所業だと罵る海外の国が多いのですが、その昔は、そういった国々も、捕鯨をやっていたのですよ。しかも、捕鯨の目的は油だけでしたから、それ以外のもの、皮や骨、肉など、は捨てていたのです。日本人は、すべて利用していました。そう考えると、捕鯨を非難される言われはないんじゃないかと感じるのは筆者だけでしょうか。艦は9台。海上自衛隊の潜水艦の名前は決定するルールが訓令に載っているそうです。すなわち、生打ち、水生動物の名、水中動物の名から付与されると、ものです。そう、流型は、水生動物として好まれていた竜にちなんで、漢字で書くと青い竜です。この名前は、太平洋戦争で活躍した大日本帝国海軍の空母にもありました。若い方なら、アニメのエヴァンゲリオンを連想しませんか？大クジラも、実は大日本帝国海軍の潜水母艦の名前でした。今から70年以上前の話ですが、当時の潜水母艦というのは攻撃目的ではなく、洋上で潜水艦への補給や乗組員の休養用の艦艇だったようです。たまには潜水艦隊の機関となることもあったようですが、太平洋戦争が始まった1941年、昭和16年に大クジラは、航空母艦流邦に改装されました。翌1942年6月のミッドウェー海戦では、日本は主力空母籍を失いましたが、大クジラ改め流邦は沈みませんでした。しかし、この海戦の敗北によって、日本は、それ以後、戦いの主導権をアメリカに握られることになります。ちなみに、このミッドウェー海戦の指揮を取ったのが、悲劇の、と、冠をつけられる南雲中将で、彼を任命したのは、これまた真珠湾攻撃で有名な山本五十六司令官でした。空母流邦は、ミッドウェー海戦後、改めて、
正規の空母扱いとなり、マリアナ沖海戦などにも参戦しましたが、華々しい戦果を上げたわけではありませんでした。その後は、呉軍港で防空砲台として使用され、1945年、昭和20年、日本の敗戦の翌1946年解体され、艦艇としての役目を終えました。現在の潜水艦体系には、防流や投流も採用している、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。それだけではありません。ディーゼルエンジンによる充電能力向上を図るため、新しく開発されたスノーケル発電システムも搭載しているので、そう、流型よりも、一層、リチウムイオン蓄電池の性能を引き出せることになったそうです。そう、流型の2冠には、スターリングエンジンは、乗せませんでした。もっとも、スターリングエンジンを、そのまま、リチウムイオン電池と併用する予定だったようです。つまり、鉛蓄電池だけを、リチウムイオン電池に変える、検討していたと見られます。しかし、様々な見積もりをした結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池すべてを、リチウムイオン蓄電池に変えると、コストは高くなりますが、出力は大きくなるという結論になりました。コストですが、10番艦までの建設費は、1隻あたり517億円ほどでしたが、高額なリチウム蓄電池を搭載するので、643億円ほどに跳ね上がり、ざっと100億円以上も増額することになってしまいました。そして、ここが素人としては、釈然としないのですが、コストが増えたのに、馬力が減ったということです。前述のように、スターリングエンジンの、そう、流型スクリュー軸馬力は8000だったのに、防流や投流の公表値は5600馬力なのです。確かに、瞬発的な最大速度は落ちますが、リチウムイオン蓄電池には、効率放電を長時間持続できるというメリットがあります。エネルギーを使わずに蓄電池で動かすというのは効率的とも言えましょう。ということは、中速から高速での長時間の潜航が可能ということですから、海中に潜むという潜水艦の性能は著しく向上したということになります。もちろん、リチウムイオン蓄電池のメリットは他にもあります。鉛蓄電池よりエネルギー密度は2倍、密流放電の繰り返し、可能回数は 1.5 倍以上、満タンなるまでの充電時間が短い、放電しても電気容量があまり低下しない、そして鉛蓄電池で不安視される事故時の水素ガス発生の恐れがないのです。コストが高い分、高スペックとなったというわけでしょう。ここで、タイゲイ型潜水艦の内部について少し見ていきましょう。タイゲイ型には、乗組員居住区に、女性用寝室、シャワー室などが整えられています。最近は、女性の自衛隊員も増えました。隊内部でのセクハラも問題視されることが多くなりましたが、女性用のスペースがあるというのは、福祉構成上も良いことだと思います。この他にも、情報処理システム C4 アイスターが採用され、光ファイバー技術を使ったより進化した備品を装備する予定と言われています。兵装は、親潮型や双流型と同じく、18式超魚雷とハープーン追艦ミサイルなどが発射可能な 533mm 魚雷発射管6門を設置しました。18式超魚雷とは防衛装備庁が開発した潜水艦用の長魚雷で2022年2月までに海自の潜水艦すべてに装備される計画です。この魚雷についている音響画像センサーは敵魚雷の追跡を欺くためのデコイ、おとり魚雷を見破る性能だけではなく、浅い海域でも、確実に標的を捉えて、
形を識別するという能力があるそうです。しかも、命中率も高いそうですし、最適なタイミングでの起爆可能な装置など、最新技術が搭載された世界トップクラスの魚雷と言えるでしょう。ところで、潜水艦について、韓国で何やら不可思議な動きがあると噂されています。韓国にも、もちろん潜水艦があります。しかし、今の通常型潜水艦では、日本にかなわないと考えたのか、原子力潜水艦を保有しようという計画が進んでいるというからびっくりです。原潜の特徴として、補給なしで、半永久的に、原子炉が動かせます。ということは、理論上は海上に浮上しなくても、潜航したまま活動できることになります。また、必要な電力も自家発電可能なので、艦内で海水を淡水化して、飲用水にすることもできると言われているのです。とはいうものの、原潜の建造には、天文学的な費用がかかりますし、作ったものの、退役後の原潜の処理に、頭を抱える国が多いことは、よく知られている事実ですよね。にもかかわらず、韓国は作るつもりなんでしょうか。一方、日本にも原潜を作るべきという意見もあるのは確かです。しかし、非核三原則という、政治的な問題が解決されたとしても、現実の日本を考えると、原潜が本当に必要な戦力なのでしょうか。日本の潜水艦戦略というのは、近海で敵艦隊を待ち伏せして攻撃することとされています。待ち伏せということは、存在を隠すということですから、静かにするというのが最優先ではないでしょうか。隠れていることが分かったら待ち伏せする意味がなくなりますよね。原子力潜水艦は、一旦原子炉を稼働させたら止めることはできません。たとえ機関を止めて海底にへばりついたとしても、ある程度の音は発生してしまうのです。船の音を敵のソナーに探知され行き、原潜に巨額の国家予算を注ぎ込むぐらいなら、それを世界各国で進められている無人潜水艦開発に回した方がいいのではないかという意見があります。せっかく作った原潜を破壊されてはもったいないですし、というより、放射能漏れなどの方が恐ろしい2月に始まったロシア・ウクライナ戦争でも人員不足が深刻な問題となっています。ですから、多くの人手を要する原子力潜水艦よりも無人潜水艦を開発した方が時間と手間、もちろん人員も削減できると思われます。今や世界各国では無人潜水艦が主流となっています。となれば、日本が原子力潜水艦にこだわる必要はほとんどないと思うのですが、早く世界に倣って無人潜水艦の開発を進めてほしいと思います。海上自衛隊の次期潜水艦建造計画が進んでいますが、データなどは非公開です。当然といえば当然ですが、スペックはどんなものなのかな?と考えてしまうこともあります。今回は、次期潜水艦の性能について見ていきたいと思います。潜航深度が深くなれば、隠密性は高まりますが、浅い海域でも、機動力は、やはり必要ですよね。そのためには、機関である、
電池の性能次第ということになるのではないでしょうか。VSL 搭載潜水艦が現実味を帯びる中、潜水艦数もまた問題に、原子力を採用との専門家もいますが、次世代燃料電池に期待したいですね。2021年現在、海自が保有している最新鋭潜水艦といえば太平型ですね。一番艦太平派2020年10月に進水、2022年3月、収益になっています。二番艦は、久芸が2021年10月に進水、2023年3月収益予定ですから、配備は、これからということになります。太平型は、前級の、総、流型のデザインを機構的にも踏襲した、潜水艦と言えましょう。特に、総、流型ラストの2隻、11番艦桜竜と、12番艦東竜の正常進化版と位置づけられるものらしいです。機関部の構成も同様ということからも、この事実が伺えます。桜竜、東流と同じく、太平型も、機関として、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦です。データで、覇王竜が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅が 9.1 メートル、全高 10.3 メートルで、軸出力は、5600馬力、水上13ノット、水中20ノットのスピードと見られています。一方の太平型ですが、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅が 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力、水上13ノット、水中20ノットのスピードが予測されているのですが、一目瞭然、すべての数字が似通っていますね。こういったデータを見た場合、面白いことに気がつきます。実は、そう、夕方1番艦から10番艦までの10隻は、軸出力は8000馬力ほどもあったのです。つまり、機関部構成が、ディーゼル機関とスターリング機関、鉛製バッテリーと発電機の組み合わせだった頃は、現在より、数値の上では高かったのです。しかし、そういったカタログ数値以上に重視されていることがあります。機関構成のシンプル化と、艦内スペースの増加、鉛製に比べて、高速充電可能となり、持続力が向上した、リチウムイオンバッテリーの採用によって、実際の運用上効率は、勝るとも劣らないと言われているのです。馬力が落ちても、他の要素で取り返すということでしょうか。とはいえ、この比較は、あくまでも、今までの海上自衛隊の通常動力型潜水艦と話です。他の国の原子力推進潜水艦と比べたら、出力やそこから、生み出される水中速度等では劣ってしまうことは、残念ながら避けられない事実と言えましょう。原子力推進型潜水艦の水中速力は、だいたい30ノット以上と見られています。通常動力型潜水艦では、世界でも最高水準と考えられている、海自の太平型や双流型の速度と比べると、およそ 1.5 倍以上の数字を叩き出しているわけですから、運用目的や用途は、おのずとが異なってくるのが、当然でしょう。前述のように、原潜は、水中速力と長時間の潜航航行が可能です。敵の原子力潜水艦に対して、日本の潜水艦のたる戦術は、特定海域での待ち伏せであり、俗に、チョークポイント、チョケ、ポイント、制海権を握るために、重要な海上水路と呼ばれる地点に潜んで、敵艦の行動を妨害するものと思われます。つまり、
こちらから打って出ることはしないというわけです。特に海自潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦は対地攻撃用のミサイル等の兵装を実装していますが、こちらは対艦攻撃用の兵装のみの実装ですから、待ち伏せ戦術の傾向がより強くなっていくことが予想されるのです。韓国の国産潜水艦の島山安正弘級初期型バッチ1の場合は、通常動力型ですが、潜水艦発射型の VLS を6機搭載して、攻撃型潜水艦の範疇に含まれる潜水艦でもあり、同時に、対地攻撃能力の獲得を目指しているらしいと言われます。何度も言いますが、こうした他国の潜水艦とは違って、海自の潜水艦は、純粋に、敵潜水艦を含む追艦攻撃に特化した艦艇ですから、傭兵思想そのものが、日本領海防衛に限定されているということを再度考慮する必要があるのではないでしょうか。2020年に、大鯨が進水式を迎えるまで、潜水艦の推進方式に、従来のプロペラによるスクリュー式ではなく、ウォータージェットあるいポンプジェットと呼ばれる推進方式を採用すべきという意見が一部にありました。確かに、ウォータージェット推進方式は一部の国の潜水艦に採用されています。例えば、アメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレイ級などですが、これらの潜水艦は、すべて原子力推進型の艦艇なのです。潜水艦以外にも、ウォータージェット推進方式は採用されています。例としては、レジャー用小型水上バイクや、22ノットを超える高速船の一部などにも取り入れられていますし、水上艦では、40ノット以上のスピードを発揮する艦艇もあるそうです。ウォータージェット推進方式は、搭載している艦艇が接する周囲の水を一旦吸い上げた上で、高圧ポンプを動力源にして噴射して進む方式ですが、物理的効率はスクリュー式よりも低いので、燃費が悪い方式でもあるのです。燃費の悪さというデメリットは、あるにしても、前述したように、一部の原子力推進型潜水艦が、ウォータージェット推進を採用している理由は、原子力という動力源が大きな影響力を持ち、一般の通常動力型潜水艦とは比べ物にならないほどの出力を生み出すからです。別の意味で言えば、原子力を持たなければ、ウォータージェット推進方式はあまり効果がないということになるのかもしれません。改めて確認ですが、日本には原子力推進型の潜水艦はありません。にもかかわらず、大鯨型にウォータージェット推進が採用されるかのような噂がネット上に流布した背景を探ると、2019年、令和元年に千葉県の幕張メッセで開催されたメートル AST アジア2019という展示会の影響があったのではないかと考えられるのです。メートル AST アジア2019で海上自衛隊の潜水艦建造を担当している主要メーカーである三菱重工業者は将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示しました。その中にウォータージェット推進の採用が盛り込まれていたのです。この時に三菱重工業者が展示していたのは、あくまでも次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージをアピールすることが目的だったのでしょう。しかし、これを見た気の早い一部の人が、双流型に続く新型潜水艦にウォータージェット推進が採用されると、早合点してしまったようなのです。この当時、潜水艦の名前は決定していませんでしたし、大鯨型という名称も未定な新型潜水艦でしたが、一番艦大鯨派前年の2018年3月には寄港されてたので、次世代潜水艦という表現にはそもそも合致しないのですね。
ですから、このイメージ図を、本来的な意味で、次世代潜水艦だと解釈しても、建造が始まっている、大芸型ではなく、それ以降の潜水艦と考えるのが、順当な判断だと思われます。ウォータージェット推進は、噴出する水流の方向を、ノズルの向きで変更できるので、舵が不要ですし、高速度を実現できるというメリットもありますから、潜水艦に実装すれば有利ということは、疑いようのない事実でしょう。しかし、一般的には、25ノットまでの速度域では、従来のプロペラによるスクリュー式が、動力源の約 65% の効率に対し、ウォータージェット推進では、ここから、20% ほど低い効率しか実現できないと言われています。2つの方式のエネルギー効率は、30ノットの速度を超える時点で逆転するとされていますから、最新のリチウムイオンバッテリーで、水中速度20ノットほどの日本の潜水艦では、30ノットに達するのは、かなり難しいと思われるのです。今後、リチウムイオンバッテリーが、さらに進化して全固体化となれば、そこで得られるパワーによって、現行の水中速力を20ノットからアップさせる可能性も考えられますが、1.5 倍にもなる30ノットの実現には、かなりハードルが高いと推測されます。そういった課題を考えると、日本の潜水艦が通常動力型である以上、ウォータージェット推進方式を採用しても、メリットはないでしょう。つまり、抜本的な技術革新が実現されない限り、ウォータージェット推進が実装されることはないと思われるのです。戦略型通常動力 VSL 搭載潜水艦が現実味を帯びてきましたね。南シナ海で黒潮潜水艦が突如として現れました。護衛艦化が後米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時でした。今となっては後出しになってしまいますが、当時のチャンネルでかつて言っていたように、潜水艦が海底にいることがわかりましたね。潜水艦が海底にいる、と言った3日後、当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も、前から、南シナ海での訓練を行っていた、護衛艦加賀の海底には、黒潮が、任務を、水港南シナ海で、極秘任務についていたということを発表しました。なぜ、今頃発表と考えてしまいますが、実は、黒潮は、旧型の潜水艦その旧型でも、南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されず、このタイミングという場面で発表したのです。これは、もう、抑止効果としか言えませんね。ただ、そう、流型潜水艦が、もう一隻海底にいたのではないのか?と、そんな気がしているのも事実です。そう、流型潜水艦の潜航深度は、旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は、極秘扱いになっている1000メートルは、潜れるという、人や500メートルがいっぱいという話などもあります。実際には、その潜航深度は、謎のまま、未だに議論が繰り広げられています。個人的には800メートルと考えている、
最新鋭の竜や東竜などリチウムイオン電池搭載艦ともなると、深く潜れるのではと考えますが、この潜航深度は、そのまま変わらないだろうとも思います。難しいところです。ただ、そう、竜型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えます。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいることでしょう。静粛性は実質トップと言えますね。リチウムイオンを搭載した、放流の引き渡しに備え、性能を改めて見ていきましょう。日本には、潜水艦か数多くありますが、放流の出現が、今までの潜水艦の歴史を変えました。放流派2018年10月4日に進水式を終えたばかりの、比較的新しい潜水艦。本当の活動はまだまだこれからですが、日本の本気の忍者が完成したのだと考えています。しかも、海底の忍者です。ちなみに、放流の建造費は660億円だったそうです。費用を見るだけで、いかに力を入れて開発されたのかがわかりますね。さて、この放流の出現とは、一体、どんな意味があるのでしょうか？高性能な潜水艦は、自国より、むしろ、他国への脅威となるはずです。つまり、日本の周辺国、中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな、驚異的存在だと感じることでしょう。なぜなら、日本に近づくとしたら、空か海の両方を突破しなければならないのですから。忍者放流なら、海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるでしょう。自分たちの見えないところ、潜む見えない敵。これほど、恐ろしいものはないでしょう。ここで、放流に関する中国メディアが書いた記事を紹介します。その中には、実に気になることが書いてありました。三菱重工神戸造船所で、10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式、及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は、放流、そう、竜型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が、世界で、初めてリチウムイオン電池が搭載された軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリである今日頭上波19日、放流に関連した記事を載せました。そして、リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのか、と啓発しました。これまでの、そう、竜型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって、新たに、リチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが、格段にアップしたようです。日本は、近年、軍事拡張の傾向があり、未だに、アメリカの制限を受け、しかも、平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容でした。また、キジハオウリュウが使用しているリチウムイオン電池についても説明しています。このリチウムイオン電池の発明に関しては、日本人の吉野彰氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいですよね。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池です。蓄電量は普通の電池の3倍と言われていますから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるでしょう。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずです。
さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるので、どうして、こんなにいいものを中国では採用しないのか、という疑問が出てくるという指摘もありました。今日頭上の記事は、中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には、発火しやすいという、致命的な欠点があるためと説明しています。確かに、リチウムイオン電池を使用している、スマートフォンやノートパソコンに、発火事故が少なくないのは事実です。海底で活動する、潜水艦上での火災は、命に関わる、大変な事故になりますから、発火の恐れがある電池の使用は、しないというのは、理解できることです。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題、予算など、のせいで、長い間採用が見送られてきました。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性は、ずっと以前から確認されていたと、報道されています。ということは、結局、中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って、信頼性に欠けるというのが、正直なところなのかもしれませんね。中国の別のメディア海志新は、10月24日、欧竜については、15年進んでいると言われるが、この間には、致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しました。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されていますが、その大半は日本製と言われています。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで、艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くなります。言うまでもなく、敵に発見されないことが、潜水艦にとっては最重要です。潜水艦の位置を確認する方法の一つが、ソナーマンによる機体の音の補足なのですが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然ですね。つまり、リチウムイオン電池が、音を小さくしてくれるということです。記事は、これらのメリットを認め、東方の大国、中国よりも15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら、中国国内の危機感を示しています。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在するという指摘をしているのです。それが、リチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえば、どんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しています。ちなみに、中国共産党局は、インターネットニュース情報源機関のリストを交付しています。インターネットを通じて、独自のニュースを配信できるのは、指定された1358のメディアのみで、この機関以外から、発信されたニュースを記載すると、法で罰せられるとのことです。これら以外のニュース報道機関は、指定されたメディアから、連載して掲載するしかなく、ニュースの独自性は、どんどんなくなってしまいます。そんな厳しい中国だからこそ、記事に書かれていることは絶対で、信じて疑わないという姿勢があるのかも、知れませんね。インターネットはもちろん、SNS も監視されている国。実際、中国へ旅行した時、日本にいる家族や友人との連絡手段がないことに、かなり驚いたことを覚えています。特に、海外の情報は、外の様子を国内に入れてしまうことになるので、メディア規制をしている中国政府にとっては、慎重に扱うべき事項。それを、
このように堂々と報道しているので、特に考えもないことがわかりますね。それに続けて、2013年1月には、日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題は、その後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは、現段階では判別しがたいとも言っています。とはいえ、2013年4月には、日米当局が、アメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可していますから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと言ってよいと思われます。それにしても、どうして、日本は、発火などのリスクを承知で、リチウムイオン電池を使用するのでしょうか。この記事は、日本は、原子力潜水艦を所有できないので、強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じました。ここまで、強硬な思いを掲載しているあたり、中国の本気具合を感じますね。そして、記事の最後には、中国の原子力潜水艦は、言うまでもなく強力だが、残念ながら、艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、放流に対する危機感を示していました。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは、世界でも初の試みですから、中国だけではなく、世界中から注目されることでしょう。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまり、やはり、日本のものづくりに対する徹底した、真摯な意識があるからではないでしょうか。日本の技術は、世界でもトップレベルですものね。今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないでしょうし、追い越すこともできないと思われます。